野望演部局は、徳間デュアル文庫から刊行されている、田中義樹原案、小木の目友十著、久しおりちまきイラストのスペースオペラ。本編10巻と、外伝1巻が発売している。人類は、中共という核星守機関のネットワークを発見後、地球という銀河の辺境の星から中共を使い、宇宙各地へと進出、居住可能惑星に移民を実施し、 人の住む世界を拡大させていった。拡大期の中でも人類の生存権としたのはオリオヌデという一つの銀河に過ぎなかった。大きな契機となったのが嘆きの中京の発見である。その超長距離、中京によって人類は銀河の間の新宇宙を渡ってもう一つの銀河への航行が可能となった。 広大な文明圏を築き上げ、宇宙で繁栄を謳歌した人類であったが、主な登場人物と各国の主だった人物を除き、生命の五十音順で記述。現在、銀河の一つである、オリオヌデともう一つの銀河である、ペルセウス腕の二つの文明圏をつなぐ、嘆きの中共を独占管理し、他七つの中共も管理し、 他国との貿易により独占的な利益を上げる国家。天体を持たず、オルビエート盆栖と呼ばれる、人工天体には100万を超える人口を抱える。また、人工天体は1個艦隊に対抗し得るほどの火力を装備し、中京までの通称路を警備するために、常に多数の軍艦により、周辺中域を紹介している。最大のとは、オルビエートベッキアで、 最高評議会が開かれる、行政府庁舎である、ドゥカーレグーと呼ばれる宮殿がある。他国の政治に関与しないことを国是とし、経済力と対外交渉によって、軍事的中率を保つ。オルビエート市民には、階級があり、下級市民と一般市民、富裕市民の3階級に分けられる。下級市民には選挙権が与えられず、 公共サービスも限定され、居住区も差別される。一般市民になるとそれらの差別は大幅に解消されるが、下級市民から昇格するには有力者の推薦状が必要となり、支配体制が確立されている。名門豪商関係者政府、治安関係者市民オリオンでのほぼ中央に位置する、スミルナ政権の第三惑星アナトリアを首星とする。 合理的主義者であるケマルエブジミクが大宰相として、君臨する。軍事独裁国家でありながら、言論の規制されておらず、軍事政権の支持率は80%を超える。また社会保障制度も、かなりの充実ぶりで銀河でも1、2を争う、福祉国家とも言える。治安も良く、女性が夜一人で外出しても問題がないという。銀河腕の一つである、 オリオヌでの3分の2近くを小中に収め、星連の本部が置かれた地球も現在支配しているが、これら占領された国家は、官僚、貴族による政治の腐敗が進んでいた国で、国民の高い支持率があり、政治、社会が安定した国家には手を出していない。大帝徳大帝徳と、称号される軍部の重鎮。18人が除されており、そのうち4人は女性である。 軍関係者市民オルビレートの第七中京を隔てて隣の星域にあり友好条約を結んでいる共和国首星はアスンシオン太陽系の第四惑星テルスケーリング首都はテクセルかつては大統領制を式民主国家として普通選挙が施行されまた自動車工業など先進的な工業を主力産業により大国意識が あったが、現在は、ボスポラス帝国の遠隔操作により、国家失政官を最高責任者に、傀儡政権が政権を握り、地下では、アドリアナ・セルベジアという蘇生が一切謎に包まれた、ままの女性指導者による反ボスポラス運動が、活発化しており、情勢が不安定となっている。アスンシオン太陽系の、第五惑星、フィドは、鉱物資源の宝庫であり、 中共通貨システムになくてはならない不可欠な素材であり、軍艦建造にも使用される希少鉱物、ルクレニウムの大鉱脈を有するが、実質ボスポラスが管理している。アドリアナ・セルベッジアによる内乱中に中流ボスポラス軍により完全に占拠され、産出される希少鉱物の流通が滞り、アスニシオン経済は悪化している。3本の 宗教がつながる小国。一つは、オルビエートの第二、宗教と、つながり。もう一つは、ボスポラスの海儡政権が運営する、ラブラドル共和国。残りの一本は、ローレンシア条約機構の中心国であるローン・セストン、とつながる。星域には二つの友人惑星が存在し、農業が、主力産業。経済力と軍事力は、低ランクである。 首星である第四惑星、エ演ヘ兵デには30億人が暮らすが、首都は人口20万ほどで地方都市にしか見えないと言われる。宇宙の各地に信者を持つ宗教団体。またの名をプレブロティアン正教会とも呼ばれ、かつて人類社会に脅威を与えた存在を排除し、二度と再生させないように結ばれたプレブロティアン協定を遵守することを協議としている。 協定の名の由来である技術者、プレ・ブロティアンを聖人として崇め、表向きは、無害な世俗的な組織を標榜しており、各国に対する不況と、信者保護、事前活動の目的で、支部、教会が建造されている。しかし、利害が一致しないオルビエートには、教会はなく、信者も少ない。アスンシオン共和国と、中共を隔てて隣接し、首欲しい以外には、 友人惑星を許さない唯一の友人惑星である首の唯には対応はなく内海が複数散在し陸地は砂漠と山岳地帯が大半を占めるボスポラス帝国によって海儡軍事政権が国を長く治めるが国力は乏しく軍事力も矮小で鉱物資源にも恵まれていないがアスンシオンを隔てた先には商業国家オルビエートと 嘆きの中域が存在するため、ボスポラスに支配されている。宇宙が統一されていた時代の意思決定期間。人類発祥の地である地球に本部があり、地球政府の元首が事務総長を兼ねた。軍事力の実力を持たず、人類社会が分裂し、核保守域が独立勢力となっている現在は、名前のみの存在となり果てつつある。 円筒型をした、いくつもの巨大宇宙船に満単位の人間が住む、独立船団。二つの星域を破滅させた、ラムセス事件以後、人類は、プレ・ブロティアン協定という禁止令を発布し、思考体などの技術が忌避されたことにより、幾多の科学者と技術者が、人類の犠牲となり、宇宙で生きる場を失うこととなった。そんな迫害された人々が生き残るために、 作り上げたのが、この先端国家であった。中共による短縮広報によって、何億光年と離れている星域と星域を結んで、生活をしている、この宇宙において、中共によって連結されている星域以外の宇宙は、利用されることなく、人類社会から打ち捨てられる形となっており、この先端国家はそんな見捨てられた場所を隠れるように、生活していた。 人間と思考体が分け隔てなく共存共生する国家でプレ・ブロティアン協定が人類社会で結ばれて以降鎖国状態となり三世紀半を新宇宙の彼方を漂っているが資源を許さない宇宙空間での先端住民の持続は不可能でありそのため人類の生存権ギリギリところで座標維持し気象資源や情報などを人類社会から 国費裏に入手している。また、少ない資源と居住区を分かち合うために、市民の約3分の2が、施設で1回に5年間の冬眠状態に入っている。宇宙を接見する、軍事国家ボスポラスの大宰相ケマルウェブジミクと宇宙に混沌をもたらそうとしているアドリアナ・セルベジアの出生地でもある。オルビエートの友好国で、第三。 宗教とつながる広告。貿易学が特に大きく商業国家オルビエートのお得意様である。ローンセストンと宗教を隔てた隣国で軍事同盟を結んでいる。ローレンシア条約機構にも加盟しており、ローンセストン軍と肩を並べ、ボスポラス帝国軍と戦う。ボスポラス帝国によって、傀儡政権が現在政権を握る。ラブラドルは短期間で政変が起こるため、 王政と共和政時代が相互に交互する歴史を歩み、現状を誤認して王国、共和国と呼び間違える人が多い。現在の正式名称はラブラドル王国。ボスポラスの侵攻により腐敗した政治体制が一周され、元王族が現在の区別の国王として即位しているが、国民の大多数が自主自立の荒廃した社会体制よりは、 安定した平穏を享受できる、区物政権の維持を望んでいる。銀河の返境にあった政官国家。ヘブラス事件によって、重力得異点の消失により、時間軸が歪み、他の宇宙へとつながる。中共が空間崩壊し、人類社会と時間から隔離されてしまった国。永遠とも言える死へのカウントダウンを刻み続けている。 ボスポラスの軍事政権に対抗するために、諸星域国家による軍事同盟。ローンセストンの名称ドナルド・オブライエンを指揮官に連合国軍を展開する。ローレンシや条約機構発足の発起人。銀河でも指折りの士官学校を持つ。本作では、年号や時間などの時系列が不明確なために、作品の流れ順に記述。 商業国家オルビエートの八つの中共のうち第3、第5、第7中共がシステムダウンを起こし、それらの中共からボスポラス帝国のスムタファケペル大帝徳率いる三個艦隊が亡命戦団を追ってオルビエート中域に不法侵入し、それに対しオルビエートは四半世紀ぶりに防衛艦隊を結成する。平時は官職である。 防衛艦隊司令長官、ジェラルド・ファルネーゼ大佐に迎撃命令が下るが、防衛艦隊の指揮は、ジェラルドではなく、国防軍総司令官である、バッサロ少将が指揮することが決定していた。オルビエートに最悪をもたらせた、亡命戦団に乗船していたのは、かつて宇宙を、統一支配していた、ホシレンの、現事務総長ブライアン・クリストファーソンの息子グレック、であった。 それを知らずに、国家元首の命により、亡命船団を砲撃しようとした矢先、エレオノーラの起点により彼の身柄を確保する。ジェラルドは、ボスポラス帝国と交渉を行うために、亡命船団を護衛しながら本星へと帰還の音に着く。ボスポラスの傀来政権が国政を運営する、アッスンシオンでは、アドリアナ・セルベジアという女性により地下組織による、 反体制運動が激化していた。アスンシオンからは、親善大使の名目で、アドリアナ・セルベッジアの手の者が、各国に散らばり、アスンシオンへの軍事介入を求めた。オルビエートでは最高評議会が開かれ、オルビエートの軍備増強とアスンシオンへの、軍事介入の決議が図られた。軍事的中立を掲げる、国家元首の根回しにより、決議は否決されるはずであったが、 最死をエレオノーラに殺されたと憤怒しているマリオネ、家の離反により、アスンシオンへの軍事介入が決定され、防衛司令長官式の元ハンコ艦隊が、親善施設団の親善艦隊として派遣されることとなる。親善施設団は、ジェラルド・ファルネーゼの推挙により、長兄フィリッポ親善特使に、エレオノーラが、親善施設団の随員として、立候補し、 アスンシオニエの旅路に着く。講和条約の締結後、ジェラルド・ファルネーゼ大佐は、防衛艦隊司令長官より更迭され、ボスポラス帝国本国への駐在大使に任命された。この決定は、アンブロージオ老人と独者と揶揄される、ラガーラを通じて、長兄フィリッポが、ファルネーゼ家の後継者を敵地にて抹殺されることを望んでの人事だった。ともかく、ジェラルドは、 命令を了解し、自身の武装合身、アルフォンソ大尉と大士官付部官に任命された、トロメー大尉と共に、ボスポラス帝国首星である、スミルナ星系第三惑星アナトリアの星に降り立つ。ありがとうございます。